なぜ、人の家に勝手に入ったのに、出された料理ではなく、自分の家から持ってきた料理を勝手に配るんだろう。同じもの食べて、感想を言い合うでいいじゃんか、画像あり、佐久間大介の、トゲのある、投稿8月9日、自身の X で怒りをあらわにポストしたのはスノーマン、佐久間大介だ。しかも、その原因は、自分を応援するファン、だった。 きっかけは、佐久間さんが今人気の動画、アザラシ幼稚園を見たことでした。同チャンネルは、オランダにある、ジーホンデンセントラムピエターバーンという、アザラシのリハビリ及び研究施設が24時間体制でライブ配信している YouTube チャンネルです。孤児や病気のアザラシたちを世話している様子が、可愛いい、と評判を呼び、SNS で、アザラシ幼稚園という愛称が付けられました。 今では夜間になると同時接続者数が1万人を超えるなど超人気コンテンツになっています。オランダの施設にもかかわらずコメント欄はかわいいね。新入りが増えたぞ。など日本語で埋め尽くされており一部の日本人の癒しになっています。芸能記者、佐久間もアザラシ幼稚園の虜になった一人。配信を見ていることを X にポストすると 現在は削除済み、たちまちライブ配信のコメント欄は佐久間に関するコメントで埋め尽くされてしまったのだ。同ライブ配信は特定のアイドルを話題するような場所でなく、ただただアザラシの様子をめでる場所なのは言うまでもない。自分のファンが場を荒らした、と考えた佐久間は腹を立てた様子で、YouTube のコメントに僕のこと書かないでください TPO を考えてください、もう見ません。 もう見ません。と連投し、冒頭の言葉をファンに投げかけた。佐久間のこうした対応に同情する声も X では見られる。佐久間よ、アザラシ幼稚園に罪もないし、ツイートした佐久間も罪はない。悪いのは YouTube で迷惑働いた害悪だから、見て癒されてくれ。佐久間くん気の毒うっうしいことされたね。一方で、最初からわかることだと、厳しい意見も飛び交っている。 これ絶対素のカツがチャット荒らすんだろうなって思って見に行ったら案の定で、オタクの私ですらそうなること予想できたのにアイドル本人がポストする前にそれ予想できてないの普通にヤバいだろ。オタクが悪いの大前提として、佐久間本人から発せられる言葉に棘ありすぎてなんか何もやってないオタクも申し訳なくなる。日本で一番売れてるアイドルなんだから、そりゃツイート直後のコメ欄はファンで溢れるだろうよ。 自分が抱えてる民度の低いファンがコメラン荒らしたら、まずはごめんなさいだろうに、もう見ません。って何やねん。アイドルファンからしたら、推しに認知してもらうのに必死ですから、佐久間さんが好きな動画だと分かれば、コメントが殺到するのは容易に想像がつきます。アザラシに癒される程度のぼかし方をする必要があったかもしれません。今回の件で、一番迷惑をかぶったのは、 佐久間さんではなく何も知らずに見ているアザラシファンでしょう佐久間さんも被害者といえば被害者ですがその前提を踏まえずにもう見ませんと宣言するのは大人気ないと思われても仕方がありませんどうまえしかし自由に好きなものを発信できないとはアイドル家業もつらいもの